はい、どうもこんにちは、つついです。今回もご視聴いただき本当にありがとうございます。今回なんですけども、これですね、ちょっと今まで使ったことない道具を使って、お絵かきをしていきたいと思うんですけども、これが何かっていうとですね、ガラスペンっていうものになりますね。まあ開けてみますと、はい、なんかこんな感じになっておりまして、僕もね、ほぼ使うのは初めてなんですけども、まあ、こういう、ペン先がガラス、取れない。ペン先がこうガラスになってるんですね。まあ、ちょっと特殊な書き味が楽しめるということでちょっと買ってみたんですけども。これ2本入ってるんだ。何が違うんだ。こっちの方が細いのかな、ちょっと、ペン先がね。これね、気持ちそう。こっちの方が細く書けるのかもしれないですね。まあ、ちょっと使い分けつつ、やってみようかなと。で、インクもですね、結構いっぱいいろいろ入っていて、なんだろう、これは瓶ですね。でこれは多分ペンを立てる。ちょっとね、斜めのトレース台で書いてるとですね、こうずれてきちゃうんですよね。まあ、こういう感じのものですね。あといろんな色のインクが入ってますね。なんかこれ紫かな。オレンジっぽいのかな。まあ、ちょっと僕もね、ちょっと手探りなんですけども、ちょっと、今回はガラスペンを使ってお絵描きをしていきたいと思います。はい、そんなわけで、はい。はい、そんなわけでですね、ちょっと、まあ、まず試し書きをね、ちょっと落書きを兼ねてやってみようかなと思います。今回ちょっとこのインクを使ってみますかね。赤っぽいのかな？オレンジっぽいのかな？あ、なんか蓋がついてる。ゴムっぽい蓋がされてますね。怖え。あ、怖い。あ、溢れちゃう。あ、うわ。真っ赤だ。あれ、これ、どうやって開けるんだろう。取れないんだ。あ、取れた。取れました。あ、ちょっとオレンジっぽいインクなのかな、やっぱり。うわ、めっちゃ手についちゃった。じゃあちょっとやってみたいと思います。こうなんかね、つけると勝手にこう、とインクがね、先っぽつけるだけでこうやって登ってくるらしいんですよね。結構面白いですね。はい、じゃあ行ってみます。結構思ったより濃いな。まあ、なんかまあオレンジですか、ちょっと濃いめのオレンジっていう印象ですかね。なんか書けば書くほど結構しっかりオレンジになってる。ああ、なるほどね。ああ、書き味としてはちょっとこう、ザカザカっていう感じかな。でもなんかやっぱ書きやすいですね。やっぱ引っかかりはほぼなくて、スケペンとかに比べるとなんかそのもうボールペンとかみたいな感覚で書けますね。だからちょっとやっぱその強弱、抑揚、線の抑揚みたいにちょっとつけづらいかもしれないですね。ちょっと抜きも。まあ、いけなくはないか。もう結構面白いですか？結構字も問題なく書けますね。結構にじみますね。これ、まあ今コピー用紙に書いてるんですけど、ちょっと、油性なのかな？にじんできますね。じわーっと。
原稿用紙だったらまた変わるのかな。子供の声入っちゃってすいませんね。なるほどね。あ、ちょっとにじみが気になるってなりますけど、まあ大丈夫ですかね。よし、まあなんとかなるでしょう。まあちょっとそんな感じでじゃあお絵かきをしていこうかなと思います。
はい、そういうわけで今回はこれで完成となります。そうですね、今回ガラスペンと水彩色鉛筆っていうね、ちょっとまた新しい、画材に挑戦してみたんですけども、かなりちょっとハプニングもありましたが、そういう失敗もね含めてとっても楽しかったです。またね、その次回同じね画材を使うときは今回の反省を生かして、次はもっといい感じに描けるんじゃないかなと思います。そういうわけでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価ボタンもよろしくお願いします。あとこの後最後にね、今回のイラストの下書きダイジェスト1分間動画も上げてるんで、よかったら、そちらもよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。